こんばんは、糸永由紀です。今日の熊本市政だよりテレビ版は、人事委員会事務局からのお知らせです。人事委員会事務局から、平成30年度熊本市職員採用試験のお知らせです。詳細な受験資格などを記載した試験案内を、熊本市役所や各区役所、まちづくりセンターなど市の施設で配布中です。受験資格などはそちらでご確認ください。熊本市ホームページからもダウンロードできます。高等学校、短期大学卒業程度の方を対象とした受験申し込みは、7月18日水曜日から7月27日金曜日までです。今年度は事務職や技術職などに加えて、新たに熊本市立の保育所や小学校などで給食調理や栄養指導などを行う給食栄養士の試験を実施します。また来年の熊本市民病院の再建などに伴い、診療放射線技師の試験も実施します。7月22日日曜日には、初級職・中級職向けの採用試験説明会を実施します。この説明会では、試験の説明のほか、現役の先輩職員とのグループ懇談会を行います。公務員や市役所職員の仕事に興味がある方は、ぜひご参加ください。定員は100人で、場所は熊本市役所本庁舎14階大ホールです。参加申し込みは17日火曜日まで、熊本市のホームページから受け付けています。詳しくは人事委員会事務局、電話096-328-2939までお問い合わせください。熊本市政だよりテレビ版、次回の放送は7月13日です。ぜひご覧ください。